鳥大学に進学しまして、そこで農業のことを学んだりですとか、あとは大学で出会った友人ですとか、あとお世話になった先生方と の縁を感じまして、やはり自分は鳥取で就職をしようというふうに思いまして、でその中でやはり陰ながら県民の方を支えるという、公務員に魅力を感じましたので、志望いたしました。農家の方と直接話をしながら、農業の経営のことですとか、新しい技術を普及したりですとか、あとは農業試験場や農協さんと協力しながら、地域の農業を振興させていこうというような活動をしております。普及員の場合は同じ目線で農家と同じ悩みをどうやって解決していこうかっていうところが原点にありますので、常に横の関係性で仕事はしているつもりですし、農家の方からもそう思って相談しやすい関係に関係だと思ってもらえれば一番かなとは思います。やはり普段から農家の方の生の声を聞いて仕事をしておりますので、ありがとうというような感謝の言葉もそこで直に聞くことができますので、その時に頑張っていてよかったなというように思います。毎日毎日新しいことが学べますし、場所によってやはり教科書の中だけでは得られない知識なんかも得られるので、楽しさは感じます。夏の作業はやっぱり一番厳しいなとは思いますけれども、まあそこは気合でなんとかやっていきます。普及所というところは非常に皆さん明るい方が多くてですね、担当する作物が違ったとしても日々こう会話を重ねながら、農家さんがどうだったよとか、この地域が今こうだよっていうような話を常にしながら楽しく仕事をしております。一人の農家の方のことをみんなで悩むっていうような雰囲気ですので、みんながこうアイデアを出したりとか、非常に明るくて活気のあるというか、はい、職場かなと思います。鳥取は自然が多いので、美味しいものを食べに行ったりですとか、鳥取で穏やかに休日は過ごしております。公務員っていうのは硬そうだなとか難しそうだなっていうイメージをお持ちの方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、入ってみられたらきっと素敵な上司や先輩に恵まれると思いますので、ぜひ楽しい職場だと思って受験していただけたら幸いです。